栄光のリングに登るためにはプロテストに合格しなくてはならない。すべてのテストが終わり緊張の一瞬を迎える。では、プロテストの結果を発表いたします。全員合格とします。泣いてやる。泣いたね。でも今泣いたのね。今ここに来てもって泣いたね。リングに泣いた。ここに泣いた。いかがですか、ここでご覧になって。そうですね、非常にいいんじゃないですか。楽しみですよ。新人にしては非常にいいです。どのあたりが。そうですね、小さい吉田なんかいいんじゃないですか、非常に、ね、これから流行り、好感持てるんじゃないですかね。なるほど、はい、そしてどうか、ボディスラムパーツ上から抑え込む体勢だ。捉えられるかどうか。カウントが入る。入った。最後はやはり脇栄子、体力にものを言わせました。全日本タッグ選手権試合30分の一本勝負、エステル・シンティアのモレノシスターズに対してこのチャレンジャーチーム吉田、井上、貴子、非常にスピーディーな試合になりそうですね。今度はシンティアがエステルを捕まえた。エステルを捕まえた。今度は頭、もう一回か。仕切り直し、耳スペシャル。さあ、そしてそのまま吉田十字、膝十字固め。ベルトをもらえることがこんなに嬉しいことなんで分かんなかったっていうか、自分弱いんでベルトなんか欲しくなかったんです本当は。でも今日井上が取ってくれて本当に嬉しかったんで、もっとベルトが似合うようにこれから頑張っていきたいと思います。はい、これは最強のチャレンジャーですよね。やりにくいでしょうね。はい、ブルーさん、はい、やっぱり同門対決っていうのはやっぱり人間ですから、クッション置いて、さて、あとロープ2段目から最上段登ってダブルアーム、なだれ式のダブルアームスープレックス、カウントが3入りました。おめでとう。対戦試合、ジャパングランプリ92ブルーゾーン準決勝進出者決定戦、30分一本勝負を行います。京子は膝やったんですかね。左膝だいぶ痛がってますから、今切ってますからね、はい、おやっぱり正確ですね。この吉田はね、いつもこの 2.9 いくつかの返しっていうのが本当に妙技ですよね。ああ入ったかと思いましたけど ね、あぶね、回転ですね。ジャパングランプリ92準決勝30分一本勝負を行います。トヨタマナビ、あのもう一回飛べ、今度飛べですね。トペですね、誤爆。トヨタケブラーダでやってますね。おっと、もういつ見てもヒヤヒヤしますね。これは手がしびれちゃってんじゃん。常に全力投球って感じですね。さてフィニッシュ。これも決まらない。これね、ファンのね、ファンも半々じゃないですか、応援が、まあでもやはり吉田後押しする声が多いですね。いやそれだって、でも勝ってもらいたいですよ吉田には。すごい、うわギリギリ、うわちょっと厳しいですけど、あまた、うわこれは何ですか、変形のジャパニーズオーサーですね。そう、ちょっと違いましたね。吉田有子選手に贈られます。
いや、吉田が賞もらえてよかった。ないように頑張ったもん。ネタが昔でした。何だろう、ブレンバスターの DDP だな。ブレンバスターというかハーフハッチっぽかったね。さあ、あーこれはクラッチしょうがないわ。今の吉田の三角跳びはお見事でした。もうここで分かんなくなっちゃった選手ね。うわっ、これはすごい。あっ、変わりました。あのちょっと血が吹き出したって感じだね。本当に久しぶりに吉田麻里子選手が帰ってきてくれました。おかえりなさい。はい、1年11ヶ月ぶりのリングなので本当に感無量っていうのかなです。で今日はもう長い空白を埋める意味でも、もう全てを出し切って頑張りたいと思います。怪我から復帰した後の、はい、まあ、この再マット登場といいますかね、はい、その時の気持ちっていうのはやっぱり怖いという気持ちはあるんですか。怖いっていうのもあると思うんですけども、はい、なんか嬉しいっていうのもあると思うんですよね。多分こんな大きい会場でまして、1試合目2試合目じゃなくて、はい、こんな、ね、上の人とアトリエさせてもらってっていうのもあると思うんですけど、しかも長尾に今攻め込んでいる吉田、そうですね、これはもう嬉しさ 100% でしょうかね。三角飛びのクランチャー、今度はこっちから吉田が三角飛びのクランチャーを長尾小さに見舞っていった2回ですね、はいはい、ちょっともう足りなくてアピールしますね。あThank you.
試合を決めたのはオリジナルの変形スリーパー。初代クイーンの栄冠を勝ち取った吉田はアルシオンの真実として揺るぎない道を歩み始める。吉田マルト選手に決定いたしました。アルシオンに最大の悲しみが突然訪れた。4月9日生え抜きルーキーの門恵美子が急性硬膜下血腫により帰らぬ人に。23歳の若さだった。メインでは深い悲しみを乗り越え、吉田と二神が魂をぶつけ合う激闘を展開。この一戦はアルシオン史上に残る名勝負として語り継がれることとなる。頂上決戦を制したアジャがアルシオンを守るべく、いよいよラスカチョ封じに立ち上がった。いきなり実現したアルシオンの真実、吉田麻里子とライオネス・アスカの激突。試合はアスカの宣言した通り摂氏200度でヒートアップしていった。電撃合体したアスカ吉田のアルシオンエグゼクティブは早くもラスカチョの持つツインスターのベルトに挑戦。クイーンの吉田とサンボの女王藤井めぐみの一戦は至高のサブミッション対決となった。藤井めぐみ